確かにねカラー色というのはねはっきりとしたものが両チームにはあります。まあ、その今シーズン最初の対戦は開幕戦でした。2月の20前半の45分は湘南ボール、左にエンドを取るのがホームのサガン鳥栖、右にエンドを取るのがアウェーの湘南ベルマーレ。2021明治安田生命 J1 リーグ第32節の戦いです。やっぱ大事にしたいなって感じしますよね。3試合現状チームとしてゴールがない。おお山下ニアで山下フリーキックは湘南です。町野が行きました。ある程度こう少し自分のイメージ通りには蹴れてますけれども、まあわずかでした。まあ、トスはね逆にあとこれチャンスになる。平岡はそのまま持ち上げて町野いい形です。町野先制は湘南ベルマーレ。町野残留争いへ向けてまずは先制です。平岡からのパスを受けて町野が左足決めました。先制は湘南ベルマーレ。ここでボールを奪ってからワンタッチツータッチで、まあ、非常にうまく剥がしたところとこのプルアウェイからコントロールでうまくシュートを打っているところに置いた、はい。まあ、こう平岡のパスこうノールックで出してますけども、まあ、ディフェンスとしてはやっぱこう見えづらかったと思いますし、うん、まあ、コントロールが決まったことによって、まあ、キーパーを冷静に見れたかなと思いますよね。あ、はい。まあ、内側が空いてるなってところ多分もうここキーパーをしっかり見ながら内側に流し込むってことできましたし、まあ、平岡の運び方パスの質島川いいのこうやってボールはつないでるんですがどう崩すかトス。そうですね、うん。まあ、中3対3の、ね、鈴木同様になってますけどね。いいの折り返してサッカー足をさりげなく伸ばして沈めて追いついた鳥栖としてはチーム4試合ぶりのゴールにもなります。酒井です。ここねこうポケットのところの動きの質の高さってところが出たと思いますし、これワンタッチ入れたところでこのフィジカルの強さですよね。小山津中に行きながら弾いたボール。いやーナイスキーパーですね。まあ、この斜めの動きとコントロール素晴らしかったし、このコントロールで相手一枚剥がしましたけどね。かなりフリーな状態でした。そうですね、うん、フリーな状況でコントロールして時間ありましたけどね、